尾瀬う回上線場長良川。このあたりで尾瀬う回が行われる。尾瀬う回とは、岐阜県関市、小瀬の長良川で、毎年5月11日から10月15日まで、行われるう回である。中秋の明月と増水時を除く毎を行われる。中秋の明月に行われないのは、満月の月明かりによりかがり日に、鮎が集まりにくいためである。 関市の愛ゆの瀬橋上流付近で行われる。長良川のうかいとしては、岐阜市の長良川うかいが有名であるが、おぜうかいも、長良川うかいと同じ皇室御用のうかいであり、武将は職名を、宮内庁式部職うしという。長良川のうかい用具一式122点は、国の重要有形民族文化財、おぜうかい技法は、岐阜県指定無形民族文化財である。 同じ長良川で行われる長良川うかいと比べて小規模であることは否めないが観光家が著しい長良川うかいと比べて昔からの漁法としてのうかいが色濃く残っており人気があるといううかいに使用するうはウミウを使っているこれは川ウに比べウミウの方が体が大きく丈夫なためである野生のウミウを捕獲してきて3年訓練した後うかいで使用される 右将の装族は、風織絵星、両腹、胸当て、腰身のという腰気ゆかしいものである船首にかがり火をつけたう船に、右将が乗り十パ前後のうを手縄をさばき、操り、かがり火に集まってきたあゆを、うが次々に取る。右将は常日頃から、うと一緒に生活しているため、右将と、うは呼吸のあった動きを見せ、見事にあゆを捕らえてくる。 うの取ったあゆはうしょうにより吐きかごに吐かせられる。うの喉の紐は調節可能であり、一定の大きさ以下のあゆは、うの胃袋に入る。皇室ご用のうかい。おぜうかいは、宮内庁式部職うしょうによって行われている。2007年現在のおぜのうしょうは3人おり、これらはすべて代々世襲制である。このうしょうたちにより、期間中に、 宮内町の御稜場で行われる八回の迂回を、御稜迂回という。御稜迂回で獲れた鮎は皇居へ献上されるのみならず、明治神宮や伊勢神宮へも奉納される。見どころなのは、仮り下りといい、牛匠が乗る、う舟と観光客が乗る屋形船が一緒になって、下るため、間近で、牛匠のうを操る、手縄さばきやうが鮎を取る姿が見られる。なお、 長良川うかいや木曽川うかいと異なり、屋形船での食事はない。うかい自体を楽しむものである。尾瀬うかいの特徴としては、以下の点がある。長良川うかいは1300年ほど前から行われていたという。ありがとうございます。